ということで、ボーカルアニソンコンテストが今終了いたしました。皆さんありがとうございました。はい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 、ショーも終わったんですけど、審査員特別賞とオーディエンス賞とグランプリが、決まりました。まずは審査員特別賞は誰だ。誰だ。はい、お名前を。津田隆司です。はい、おめでとうございます。そして、オーディエンス賞を取ったのは誰だ。誰だ。はい、はい、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。そして、グランプリはですね、ハイスクールシンガーとして、配信も決定されちゃうということですけども、誰だそんなやつは。俺だ。はい、おめでとう。誰だ。山沢廉です、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあ、盛り上がったボーカルアニソンコンテストですが、次回は6月18日ですので、皆さんぜひまたね、出ていただけたらと思いますので、よろしいですか。大丈夫ですか。また出てきてくださいね。よろしくお願いします。はい、あ、やばいやばい、翔ちゃんの練習してなかったけど大丈夫。みんな翔ちゃんってできる。翔ちゃん、翔ちゃん、わかんない人いる。あ、そうそうそう、できてるできてる。翔ちゃん、そう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 、バッチリバッチリ。できます。できない人なんかなんとなくやってな。はい、じゃあ声高らかにいきましょう。いきます、せーの、しょうちゃん。ありがとうございました。皆さんありがとうございます。